シンガーソングライターのジュジュが21日、東京、港区のブルーノート東京で、ライブ、メイクイトデリーショスを開催し、有料制配信。歌と涙と叫びに、今は亡き友への思いを込めた。ジュジュは18日に亡くなった、人気俳優の三浦俊馬さん、享年30と、NHK、世界は欲しいものに溢れてる、木曜夜10時30分にレギュラー共演しており、プライベートでは、三浦さんが、ジュジュの家に通っていたほど親交が深かった。この日はシックな黒のワンピースで登場し、自身のジャズカバーアルバム、デリシャスの曲を中心に熱唱。後半には、世界は欲しいものに溢れてるの、テーマソングである、Remember, Be Good Times を披露した。歌い終えると、同曲の話を始めようとしたが、こらえきれなかったのか、ちょっと待ってと後ろを向き、わぁ、と発声。気持ちを落ち着かせると、2018年から NHK で、世界は欲しいものに溢れてるという番組をやらせていただいていて、放送開始から2年目に突入するという時に、番組のオープニングテーマを作ることになったと、振り返った。続けて、世界は欲しいものに溢れてるの話を始めると、いろんなことに触れた方がいいのかなとか思ったりもするけど、ただ、それをやるためには私にとって、思い出がある分、すべてをお話しするには、時間がかかる。でも、今の私が簡潔に言えることがあるかというと、それもありません。今の私の気持ちは、さっきのリメンバーに込めたつもりですと話すと涙をこらえ、再び後ろを向いて、わぁ、と叫んだ。時に、感傷的になりつつも、自分に問いかけるように淡々と言葉を紡いだジュジュ。これからも、いろんな気持ちは、自分の中で噛み砕いたりして、その都度歌に乗せて、伝えるのが、私なりのやり方で、私といろんな思い出の折り合いをつけていけたらなと思う、と語りかけた。